はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ここ2週間前くらいからね、ちょいちょいなんですけどもね、動悸がね、なんか回数がね、なんとなく増えている気がするんですよ。動悸っていうのはね、その動悸とは心臓の拍動が自分で感じられる状態を指す。まずはじめに、動悸は病気ではない。動作時や貧血時に見られるが、基本的には自覚症状であり、多覚症状ではない。心臓がドキドキするなどと表現されるが、必ずしも心拍数が上昇しているわけではなく、徐拍の時にも生じることがある。1分間200回以上の心拍数が計測される場合は頻脈とされ、病的なものとして扱われる。動悸がなぜ生じるのかは明らかになっていない。本校では動悸を必要な心拍数と実際の心拍数の乖離が見られる状態で生じる心臓の拍動が自分で感じられる状態と定義し、主に医学的な側面で記載をすると、ウィキペディアに書いてありました。先ほどね、その2週間前と言いましたけども、その頃から何が変わったかなと言いますとですね、野菜スムージーをね、飲むようになりましたね。その野菜メインでね、少しのささみを茹でて、ブレンダーでペーストしたやつですよ。そのね、ペースト状にしたね、野菜スムージーっていうのはですね、塩コショウやね、ドレッシングなども一切調味料なんで、一切使ってないやつなんですよ。健康的でしょ？あとはね、体重が60キロ台をね、キープしていることですかね。その60キロ台っていうのは、60点何キロっていうのをね、その61キロまで上がらないくらいのところで、59キロにならないところっていう、その1キロの幅をキープしてる感じです。確かにね、その痩せなあかんかなと思い出して、体重が減ってきてからですね、動悸が出始めたかななんてね、思ったのはありますけども、痩せすぎなんですかね。体重って重い方が体に負担かかるでしょう。それやし、その痩せてきたことでですね、コレステロール値と中性脂肪が下がってきてるから、この食生活をね、続けなさいとね、言われてるので、病院の先生が言われてるのでやっていますけども、これ以上頻繁にね、動悸が出るようならば、すぐにね、病院にね、電話してみます。でもね、その動悸って言うても、そのテレビでね、この紹介されてるような、このとかっていう、その苦しくなるような、ぐっとこう胸が締め付けられるような、そんなんじゃなくて、こう何もね、こう、しんどいしんどいってなって、こう何も手につかないくなる時とかっていうのをよくテレビで見るじゃないですか。そんなんじゃないんですよ。ドキドキしてるわ、興奮してるんかな、息切れはしてへんし、激しい動きもしてへんしなーって感じなんですよね。だからってね、その急進を飲むわけでもないですし、今はね、その市販薬なんて飲める体ちゃいますから、飲めないんですけども、あと他にはね、お風呂やトイレでもね、その血圧が下がることもないし、寒くて足がつることもなくなってきたし、 GVHD でも味覚障害とか、あとはね、舌がピリピリするだけで、他の症状も全くないんですよ。今まではその他の症状がね、そういった他の症状があったがために気づかんかっただけなんかなーなんて思ってます。あとそのね、免疫抑制剤も飲んでるんで、大腿骨壊死症っていうね、その大腿骨が腐っていく、壊死するね、病気にもなる可能性があるんですけども、そんなんを予感させるような、その足の付け根のね、違和感もね、ここ最近はないですし、どっちかって言ったら、もう元気に仕事行けんじゃないのってね、思ってるぐらいですからね。たまにね、ドキドキってする感じです。逆に低血糖なんかなってね、思ったりとかもしますけども、痩せなあかん痩せなあかんって思ってしまってることによってね、その食べなさすぎてるんかもしれないですけども、あとはね、その例えば自転車で出かけた時もですよ、動悸はね、本当にありません。結構こう頑張ってこいでる時でも、電動自転車なんですけどね、電動自転車でもガッてこがなね、進まないわけですから、進むためには一生懸命こいでこいでこいでってするんですけども、で止まった時でも全然動悸もしないです。息切れとかっていう、心臓ドキドキもないんですよ。
だからもう家にいてる時だけなんですかね。まあね、世間では今こんな状況やから最近は本当にね外に出てませんけどもね、まあ大阪でもですよ、要請されましたよね、不要不急の外出自粛要請ってね。大阪の吉村府知事さんがね喋ってましたわ。できる限り控えてくださいってね言ってました。まあ、そもそも人は用事なかったら外出えへんちゅうねんね何の話やねんって。あ、動機の話ですね。あの動機の話に戻しましょう。まあね、ほんまにねこれ以上出ないようにしたいんで、動機がね出てこないようにしたいんで、この2週間前よりね、2週間前より以前のその食生活にねちょっと戻してみます。このささみをね、鶏胸肉に戻しています。ささみも鶏胸肉なんですけども、その鶏胸肉ってこの外に出てる鶏胸肉と中の胸肉があるらしくて、中の胸肉がささみなんですって。これさっき調べたんでね、これはね画像でちゃんと見たんでね、あ、ここがささみなんやっていうようなね感じで僕もちゃんと認識しましたね。 あとはね魚も一緒に茹でてみたいなと思ってますね。これで治ってくれたらねいいんですけどね。まあそんな感じで食生活をまあ見直してね、まあ、人間の体っていうのはね食生活でできてますんで、今のこのね世間のね状況をねこうね打破するためにね、そうやってね健康的な食生活で僕は体を守っていきます。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日のご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。